ココファンみずほの事業所長加藤です。ココファンみずほの前には高校が建っておりまして、そこで活気のある学生たちの声が聞こえ、楽しい環境で過ごしていただけます。デイサービスも併設しておりまして、定休日の日曜日以外は通っていただくこともできますし、認知症プログラムを特化しておりますので、塗り絵だったり計算だったり書写のなぞり書きをして皆さんで過ごしていただけます。毎月イベントも考えておりまして、職員と一緒に触れ合うレクリエーションも考えております。24時間介護職員が住宅の方には常駐しておりますので、安心して皆さん過ごしていただける環境にあります。1階の食堂では厨房が併設しておりますので、そこで調理をさせていただいて皆さんに召し上がっていただいております。そこで入居者様同士が仲良くなり、ラウンジや食堂で談話をされる方もいらっしゃいますので、楽しく安心して過ごしていただける施設となっております。お問い合わせご見学お待ちしております。待ってます。